アラビロカマキリ、ハイロデューラポテリッピラは、カマキリメカマキリ科の昆虫。体長は、オス45から65ミリメートル、メス52から71ミリメートル。他のカマキリに比べ相対的に前胸が短く、腹部は幅広い。成虫の前肢に白色の紋があるのが特徴。前足には白黄色のイボがある。前足季節前縁に3から5ぐらいの突起がある。 体色は緑色の個体が多いが、紫色がかった褐色の個体も見られる。春から晩秋にかけて活動。他の節足動物、小動物を捕食する。樹上性の傾向が強く、林園や草原の樹木の小上、波状に生息する。竹の高い草の花の傍らで餌となる放火性昆虫を待ち伏せている姿が見られることもある。 幼虫は腹部を背面に強く反り返らせた姿勢を取っている。メスは木の枝やブロックベイ等に楕円形の卵小を産み付ける。本種は他のカマキリ、肉食直締目にも増して、ハリガネムシによる規制が一わ多く見られることで知られる。国内では関東以南。東南アジアによく似た同族のカマキリは広く分布するが、日本の個体群と同種、同和種であるかは、 未確認。2017年現在、外来種の可能性がある禁煙種、胸赤ハラビロカマキリの分布拡大が指摘されており、新潟県から宮崎県までの1と1府11県で報告されている。同じフィールドで両種が競合した場合、1年で在来のハラビロカマキリの生息密度が希薄となり、見られる大半が胸赤ハラビロカマキリになった例が報告されている。 神奈川県立生命の星、地球博物館などの調査により、中華人民共和国から輸入された竹ぼうきに付着した卵が孵化して、日本各地で定着した可能性が指摘されている。胸赤腹びろカマキリのワ名は、通称としてあった故障が2014年頃から採用されたもので、学名は中国の文献に掲載されていたハイロデューラベノサと推測されたが、 これは後に否定されており、本種を掲載した図鑑でも SP のままとしている。以降もベノサを使用している資料もあるが、不適切と思われる。ちなみに、本種の幼虫は、胸が赤くなく緑色であり、うかごさんから5日で赤くなり始めて、一週間くらいで完全に赤くなる。本種のこのような性質から、幼虫時代は、 在来種のハラビロカマキリと間違えられることがしばしばあるが、釜の付け根のイボが在来種は大きいものが3つあるのに、対して本種は小さなイボが8から10個並んでいることから見分けられる。さらに、ハラビロカマキリとの比較として、乱動の産み付けられ方にも違いがある。ハラビロカマキリは面に対してべったりと産み付けられるのだが、本種の場合、 卵脳の底面の上部4割ほどは面にべったりくっつき、残りの下部6割ほどはどこにも接着しないという特徴がある。いわば斜めに埋め付けられている感じである。さらに、本種の卵脳の方が白黒のコントラストがはっきりしており、在来種の場合は茶色っぽさが目立つ感じになる。ありがとうございます。